敵な女性とのお泊まり、世の男性はワクワクするタイミングだと思います。でもちょっと待ってください。ちゃんと女性の本音理解できていますか？これが分かっていないと気持ちがすれ違って、せっかくのお泊まりデートが空回りしてしまいかねません。彼女が来るから部屋掃除しないととか、飲み物多めに買っておこうかななど、あなたもいろいろ思うかもしれませんが、女性も女性でお泊まりの時はもっといろんなことを考えているんです。そこで今回はお泊まりの時に女性が一体何を考えているのか、9つのポイントをご紹介していきます。特に5つ目と8つ目はめちゃくちゃ大事なので、見逃さないようにしてくださいね。女性の気持ちを知ることで、お泊まりをもっと楽しく最高のひとときにすることができるはずです。ぜひ最後まで見てくださいね。まずはポイント1つ目は、あなたの素の姿を見たいということです。パジャマ姿とかうたた寝姿など、普段見られない自分にしか見せない部分を見ることで、女性は愛されていると感じます。素の姿を見て自分だけの特別な存在だという感覚を持つことができ、独占欲が満たされるんです。したがって特別なことをしようと気を張るのではなく、ありのままの過ごし方でナチュラルにいるのが一番なんです。2つ目は、すっぴんは見せたくないということです。すっぴんを見せたくないと思っている女性はかなり多いです。というよりも、ほとんどの女性全員がそう思っていると言っても過言ではありません。付き合いが長いなら気にならないかもしれませんが、付き合ったばかりで初めてのお泊まりなら、なおさら女性はお泊まりは嬉しいけど、すっぴん見られちゃう、どうしようというふうに思っています。女性が男性にすっぴんを見せたくない理由は、可愛くないと惹かれるかもしれない、いいムードが壊せちゃうんじゃないかと、主にこの2つです。せっかく一緒に過ごすのに、すっぴんが原因で嫌われたらと思う女性は多いので、もしそのような様子を感じ取った時は、一言、もしかしてすっぴん気にしてる？すっぴんの方が可愛いよと軽く伝えるだけで、女性はすごく安心します。ぜひ意識してみてください。また女性の中には、彼氏にすっぴんを見せたくなくて、お風呂上がりにさっと眉毛を描いたりとか、パウダーでくすみを消したりして、バレない程度にナチュラルメイクをする女性もいます。そんなわけで、いろいろやることがあるので、もし彼女のバスタイムが長くても気にしないでくださいね。女性の中には、彼氏の前ですっぴんを見せるのに時間がかかることもあります。そのような場合も、気長に待ってすっぴんを今後見ることがあれば、可愛いと一言伝えてあげてましょう。3つ目は、ムダ毛の処理がしっかりできているか気にしているということです。街中でのデートよりも、家デートの方が密着度は高くなりやすいですよね。男女ともにドキドキするシチュエーションですが、女性は特にムダ毛ちゃんと綺麗に処理できているかなと気にしています。腕だったり足などケアする部分はたくさんありますが、自分で剃っていたりすると、どうしてもケアしにくいところというのが出てきます。そういった剃り残しがあなたに見られて、惹かれたらどうしようと不安になってしまうんです。もし彼女を抱きしめた時、そわそわしている様子なら、そういったことを気にしている可能性もあります。そんな時は、照明を絞ったり、彼女に話しかけたりして、気にしなくて大丈夫だよという気持ちを態度で伝えていきましょう。女性は男性が思う以上に自分の体への印象を気にしているものです。だからこそ、お泊まりの時は特に、可愛いねとか、好きだよなど積極的に伝えてあげることで安心してくれます。4つ目は、普段言えない本音を話したいということです。女性なら将来について考えていること、愚痴や他人にはなかなか言えないことでも、大切な人だけには打ち明けたいと思うものです。日常ではなく、お泊まりデートのような2人だけの特別な瞬間だからこそ言える本音もあります。また、あなたの本音も聞くことで、お互いの価値観が一致するかを見極めたいのが女性の気持ちです。この時に気をつけてほしいのは、相手の話を否定しないこと、肯定的に話を聞くことです。お泊まりデートの夜は、ぜひ彼女の話にじっくり向き合ってあげましょう。5つ目は、泊まることに対して下心がないということもあるということです。男性の中には、お泊まりイコールエッチができると思っている方もいるかもしれません。一方、女性はというと、お泊まりはしたいけど、今日はエッチしたいわけじゃないと思ってる子もいるんです。もしホテルに行くなら、お互い合意の上ということになりますが、自宅は必ずしもそうとは限りません。ここでの女性の本音は、ただもっと彼とゆっくり話したい、たくさん一緒にいたいという純粋な気持ちということもあります。自宅にいる最中、いいムードになったらそのまま行ってもいいかもしれませんが、女性が今日はそういう気分じゃなくてと営みを拒んだら、無理強いしないように注意してくださいね。6つ目は、お泊まりの時は自分が気に入っている下着をつけるということです。彼氏とのお泊まりなら、女性は確実に自分が気に入っている下着をつけてくるはずです。
男性と女性では下着の好みが違うこともあります。例えばあなたが白の下着が好きでも彼女は黒の下着が好きかもしれません。そういうデザインとか形は様々ですが、女性は毎日自分の体を見ている分、自分に似合う色とか形の下着がどのようなものか分かっています。一種のこだわりのようなものですが、初めてのお泊まりならなおさら自分が一番納得できる下着を着たいと思っているものです。もしかしたら彼女が着けている下着の色や形はあなたの好みとは少しずれているかもしれません。でも身につけている下着は彼女が好きなタイプのはずなので、もし見た時は可愛いねと伝えるのがおすすめです。7つ目は身につけた下着が彼氏の好みに合っているか気にしがちということです。6つ目でご紹介した通り、初めてのお泊まりならなおさら女性は自分が特に気に入っている下着をつけていきます。これなら大丈夫と思ってつけてはいるのですが、それでもやっぱり相手の反応や好みはかなり気になるものです。もしお泊まりで彼女の下着を見るタイミングがあり、変じゃないかなとか、こういう色好きじゃないなど聞かれた場合は自分なりの感想を伝えてあげるといいでしょう。可愛いももちろん嬉しいですが、それも可愛いけど次はこんな色つけてほしいななんて話も女性的には案外嬉しかったりするので、感想をぜひストレートに伝えてみてくださいね。8つ目は一緒に寝て幸せを実感したいということです。お泊まりデートで女性が特に幸せを感じるのは一緒に迎える朝です。一緒に寝て朝起きて横にあなたにおはようと優しく声をかけてくれたら、彼女はそれだけでキュンとしてくれるでしょう。お泊まりをした翌日は仕事があるかもしれませんが、少し早く起きて朝ごはんを一緒に食べたりとか、コーヒーを入れて一緒に飲んだりとか、朝のひとときが楽しめるのもお泊まりデートならではですよね。ぜひ少し早く起きて彼女との時間を楽しく過ごしてみてください。朝起きてそのままバタバタと仕事の支度をするのではなく、昨日は楽しかったねとか、また来てねなど声をかけることで、より彼女も喜んでくれますよ。9つ目はお泊まりに持っていくメイク道具やヘア用品の量を悩んでいるということです。女性はお泊まりの時にメイク道具やヘア用品をある程度持参してきます。悩むポイントとなるのは量です。普段使っている量を全部持っていったら引いちゃうかなとか、かといって量が少ないとちゃんとメイクできないしと、お泊まり前の女性はこんな葛藤をすることもよくあります。そこでおすすめなのが、お泊まりの度に持ってくるの大変じゃない、家に少し置いてったらと提案してみることです。ヘアアイロンなどは重たいですし、いちいち持参するのも大変です。ですがこういった提案を男性からしてくれるなら、女性も喜んでそうするはずです。ヘアアイロン以外にも、彼女があなたの家に置いてほしいというメイク道具、ヘア用品があるなら置いてあげると彼女は喜びます。デート後の流れでお泊まりをする場合も、あなたの家にメイク道具とかヘア用品があると行きやすくなりますね。せっかくのお泊まりデート、夜だけではなく朝も楽しく感じてもらえるように工夫して、2人の仲をより深めていきましょう。はい、いかがでしたでしょうか。お泊まりデートで女性の本音を知ることで、ちょっとした気遣いができるようになります。そうすると彼女もよりあなたに好印象を持って惚れ直してくれますよ。実際のお泊まりデートの時はご紹介した内容をぜひ役立ててみてくださいね。